ハイノハイノはドイツのバリトン歌手、シュラーガー歌手でしばしばドイツの国民的歌手と呼ばれている。デュッセルドルフ・オーベルビルクに本名ハインツ・ゲオルグ・クラムとして生まれる。1972年には自身の代表曲となるリンドーの青い花をヒットさせ、1975年にリリースした彼の歌手25周年記念のレコーディング、ハイノ、 彼の成果は150万枚売れたと言われる。2013年には、ラムシュタインの、ゾンネなどドイツのロックヒットのカバー曲を中心に、それまでとは異なるバンドサウンドを全面に出したアルバム、フレンドリーな挨拶で、をリリースして、自身初のナンバーワンヒットを達成。さらに2014年12月には、自身のヒット曲を中心にしたシュラーガーとヘビメタルの融合を試みたアルバム、 林道の黒き花をリリース2015年1月現在も精力的に活動している。ハ、は、イ、い、ノ FAQ、ありがとうございます。